いや夏ですね。夏はやっぱりね、こう薄着になって、でこういう風なね、涼しげなところでマイナスイオンをたっぷり浴びたいですね。ということで億万長者合宿の動画続けて、撮らせていただきます、吉田さんね、私ね考えてみたら40歳でネットビジネスに参加して、もう7年過ぎるんですけども、初月、まあ、35日なんですけどね、初月といってもインターネットビジネス始めて35日目に35日かけて手にした月給が私80万弱だったんですよね。80万円ぐらいです。78万なんぼだったんですけどね、80万というふうに言わせてください。それ以来ですね、月収100万下回ったことが1回もないんですよ。っていうかね、月収2000万っていう月も何回かあってね、1000万って月収ですよ。いや月収1000万って月も何回か経験したんですよ。でこの数字だけ見るとすごいなーぐらいで終わるんですけども、でもね冷静に考えてみたら、私ね商品むちゃくちゃ売ってきました。19万8000の商品とか5万円の商品とかね、それから100万円の商品も売ってきましたし、1000万っていう商品も売ってきたんですよ。で、最近は速稼塾しかないんですね。でこちら30万なんですけども、頭金3万さえ入れていただければ入塾は可能で、30年分割っていうのやってますんで、だから、まあ、単価3万円って考えてもいいですよね。そうするとですね、月収100万をクリアしようと思ったら3万円の商品を日々1つか2つは必ず売ってるってことなんですよね。ここがすごいんですよ。やっぱり速稼塾って、今みたいにポロッとね、速稼塾ってのがあるんですよってポロッと言うだけでも、やっぱりねお問い合わせいただけて、お問い合わせしてくださった方っていうのはほぼほぼ購入してくださるんですよね。それは非常にありがたいことだと思いますけども、多分お問い合わせをする前に私の動画を何回も何回も何回も見てくださって、それでね、この人何を売ってるんだろう、どういうビジネスをしてるんだろうっていうところで、たまに速稼塾が今ありまして30年分割ですよっていうふうなお話をしたら、動画説明欄にそれが書いてあるんで、あこれかと思ってお問い合わせいただくのかなと。でその時はすでにね、もう購入する気合がすごく高まっているんだと思うんですよ。であとは私がね、しっかりとサポートをしていくわけなんですけども、私のこのフリーコンテンツを見た時に、もうどのぐらいの熱量でやってるか、どのぐらいのサポートが期待できるのかってことをやっぱ信頼していただいてですね、それで購入していただくってことだと思います。当然ですけども、お問い合わせやご購入に際しましては、ほとんどの場合私はワントゥーワン動画でその人に適した動画を返信させていただいてですね、しかももう瞬時にですよね、待たせませんすぐに送らせていただいて、うわー感動だーって言っていただいてるんですよね。こうやって心をつかみ続けるような行動をしながら、やっぱり一つの商品とかね、一つのサービスがやっと提供できるんだなと思います。そしてね、大変なのは提供してからなんですよ。お金を受け取ってサービスを提供したら、あとはね一生の付き合いですからね、速稼塾っていうのはファミリーですから、だからどのようにその人の不満や不安に応えていくかってことが私の課題になってきます。それに対してですね、3万円という頭金でやらせていただくわけですから、私はね相対的にものすごく安いと思われるのことをやってるんだろうなと思うんですよね。しかもこれ連続課金じゃないですからね、頭金さえ払えば残金は払わないという自由も私がね何度もお話してるんですよ。でもやっぱり中にはね、中にはっていうよりも大半の方がですね、高い価値を感じていただいて、残金を少しでも早く払うように一生懸命ビジネスを覚えていって、私の速稼塾のビジネスの中でお金を得て、それで払っていただくというね、もうみんな丸く収まるみたいなことがありますけども、さあそれでですね、今回言いたいのは、私が日々物を売ってるっていうのは分かりにくいですけども事実なんですよ。でなきゃ私の売り上げ生まれませんからね。でプラスですよ、プラス私に支払いを継続的にして完済してるってことは、完済に向かってるってことは、その人は誰かに商品を売ってるってことなんですよ。ちなみにですよ、今月私ね売り上げね、かなり立ってるんですよね。今月はね、携帯利権の売り上げがぐっと来てるわけですよね。携帯電話の利権です。これ、携帯電話の料金って皆さんね、結構な金額使われてると思うんですけども、私のおすすめする携帯電話っていうのは、ドコモとかソフトバンクの、契約は変わらないんですよ。電波契約は変わらないんですけども、ただですね、基本料金が4860円ということで、かなりね好評いただいてます。しかも4860円のコースの中には60ギガっていうのがね、プランで入っていたり、60ギガ使い放題ですよ。すごいでしょ。60ギガっていう使い放題プランはないんですよ。ソフトバンクの50ギガ使い放題でも7000円するんですよね。だから60ギガで4860円って安いんですよね。でプラスですね、
ソフトバンクの方だとかけ放題、電話いくらかけてもいいよみたいなねプランで4,360円、電話かけ放題24時間かけても OK ということで、多分ね他社を圧倒してるんじゃないかなと思います。ただですね、格安 SIM を使ってる方はもしかしたらその人のライフスタイルに合わせてね、いや自分は3ギガでいいんで1980円で毎月なんですよみたいな方もいらっしゃると思います。 Wi-Fi 環境にいる時間が長い方はもしかしたらもっとね安く、毎月500円とか1000円で楽天モバイルとか使われてるのかもしれないですね。そういう方には私の話いくら進めても無駄なんで、まずはね、携帯電話の料金困ってないみたいな感じから始めていって、やっぱりね日本人の平均値1人当たり 12,300円使ってるそうです。1万以上使ってる方にはまあ適面なんですよ。4,860円になるわけですから半額以下になるわけですからね。で契約がパシッと決まります。私の場合はこういうふうなセールスを最近はしてますね。これっていうのは日常会話の中でできるんですよ。いや携帯さ最近変えてすごく安くなったんだよって話をねいろんなところに指していけるわけですよ。ちなみに何々さんはいくら払ってますって言うと、いや私はね毎月12,000円ぐらいかな、1万円前後かなっていう答えが大半です。そこへですね、あだったら4860円でドコモのプランか4860円でソフトバンクのプランがあるよっていうふうにお話するんですよね。AU ないの？ AU はありません、すいません、 AU をご希望でしたらそのまま使われてくださいって話をしますよね。要するにこちらからおすすめしてるようであって、この目の前の人にね選んでもらってるだけなんですよ。情報を与えて選択肢を与えて選んでもらっているだけ。そしてその選択肢の中の一つに自分の売り上げにつながるルートがあるってだけなんで、強制も押し付けもないです。その人がベストだと思ったものをお伝えすると、ベストだと思っていなかったら別のものに行ってしまうっていうだけなんですよね。でこういった形で私はね、今月もバリバリセールスやってきましたね。まあ結構ね私のセールスっていうのは今オフラインセールスと言いまして、インターネット上でのセールスはほとんどなくて、オフライン上のね近所の方にセールスガシガシかけてますね。うん、すごいでしょ。インターネットよりも泥臭いでしょ。いいんですよ、商売って目の前の人にはいいらっしゃいませっていうやつですからね。でそれができたらインターネット上のセールスってのはさらに難しいんですよ。リアルより難しいんですよ。リアルより難しい。そう、画面でセールスするってことは演出力とかねライティング力とかいろんな力がいるんですよ。もちろん撮影したりとか、しかもそのフリーコンテンツをどん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 提供してセールスの動画だけじゃないですよ。普段は9割以上はセールスではなくって考え方の発信なんですよ。これ無料コンテンツって言います。そしてなるほどとかね、そういうことだったのかっていうふうな視聴者さんに気づきを与えて信頼関係を構築した後で、たまにこういったプランがありますよと、こんな商品やりますよと、こういうコースがありますよっていうふうにお勧めするということができるんですよね。まあ用事がある時だけセールスに来る人ってのは嫌われます。それは皆さんもお分かりだと思うんですけども、だから用事がない時にこんなお得がありますよ、あんな気づきがありますよってことを日々発信することによって、視聴者さんにまずね貸しを作ってる状態っていうのをこう耕す状態ですかね、こういうのが必要なんですよね。そして、まあ、ちょっといやらしい言い方すると仕掛けが完了したらセールスをしていくってことなんですよね。そのセールスっていうのは、私の考えるセールスっていうのは、その人が知らないだけで損してることをお知らせして得をしてもらうってことなんですよ。で携帯電話の話なんて1万円前後払ってる方が何にも知らないんですよ。そんなね4860円でサービスレベル上がるようなものを知らなかったんで、これですよっていうふうに選択肢を与えるだけなんですよね。そうするとですね、得な方に人が傾くんですよ。そして私がお得な情報を流せば流すほど契約にもなりますし、お得な情報で契約するともっとないのというふうな形でセールスを求められるんですよね。セールスしてくれって言われるんですよ。紹介をしてくれと、他の情報をくれって言われるわけですよ。ですので基本的に人よりもお得なことを知っているっていうことは大事です。プラスそのお得なこととかいいことってのを自分で止めずに惜しみなく毎日のようにね、毎日ですよ、月に1回とか年に1回おいしい情報を人に話してもダメですよ。毎日人においしい情報をどん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 伝えていくんですよ。そして肝心なのはこの考え方なんですよね。私の発想はこういうふうな考えです、私はこういうふうに考えてますってことをずっと発信していくんですよ。それはよそから取った情報ではなくて自分の内側から来る思考ですよね。こういったものに魅力を感じてくださってる方とか、こういった考えに気が合う方っていうのが見込み客になっていくんですよね。なぜなら信用している方から人は買いたいし、信用している人にはお金が払いたいわけですよ。で私は与沢坪さんのメンバーシップ入りましたけども、2990円です、毎月です。私は与沢さんにねずっとタダで情報をもらってて申し訳ないと思ったのと、与沢さんのおかげで FX なんてむちゃくちゃ稼げるようになったわけですよ。これ恩返しをしたいなと思ってずっと待っていたんで、メンバーシップが始まってね、バンザーイって感じなんですよね。やった、お金払える、恩返しできるみたいな感じですよね。
知恵とか知識で与沢さんに恩返しすることは私は不可能なんですよ。ちょっと全然レベルが違いすぎます。でもお金をお渡しするってことはできます。私が与沢さんからお金をもらうことはないです。お金をお渡しするだけですね。与沢さんから有益な情報をいただいて、得をさせてもらって、いろんな気づきをいただいて、はい、これが2990円、お納めくださいって感じなんですよね。どっちもいい感じになるじゃないですかね。ということで、ビジネスっていうのは両方がいい思いをする、こういう関係をね続けていくってことなんではないかなと思います。本日の放送は以上です。